タイミングだったっすね。いやね、はい、まあバッチリ合ってたね。バッチリの、はい、のタイミングでしたね。ただ、はい、始まる前までは全く合ってなかったけどね。いや、そんなことないですよ。いつも通り、ですね、はい、毎週月曜日は、8時より、クラブ直樹ニコナイト、1時間お付き合いの方よろしくお願いします。お願いします。オープニングいきますか。行っちゃおうか、早速ね。はい、はい、それでは、はい、クラブ直樹、オープニング、どうぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい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 、始まりました、クラブナオキニコナイト、よろしくお願いします。さあということで、はい、ちょっとね早速ね、せっかくリスナーさんたちと非常に乾杯したいかなと思います。しましょうか。さあそれではクラブナオキ、はい、やってまいりました。8時からこの時間やりますからね。うん、これが楽しい時間になるから1時間楽しい時間にしましょう。今日は誰が来るのかなってところだけどね。そうですね、うん、交代交代で交代交代いきましょう、いろんな従業員が出ると思うんで、そうそうそう、よろしくお願いします、うん、今日盛り上げていくから、はい、お願いします。カボーイ、いただきます。へへへコップコップコップ、何でくー、いや飲み干すの早っ。水うめ水うまそんな緊張しとんねん。水おいしい緊張しすぎやろ。水おいしいわ、うん、お酒の漫画でクプクプ言うてるよ。コップ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 じゃない、コップコップ、ああ KPKP KPKP だよね。 KPKP って、はい、コップコップっていうの、うん、クップクップ乾杯のあの略ですよね。あ、はい、あ乾杯ってことね、はい、はいはいはい、だとしたら、はい、KP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  って何回乾杯すんねんじゃない。あのすごい最近あの略語みたいのがあるじゃないですか。あまあ乾杯だったら KP 的な感じで、キャリーパメパメって、あのもう一回でもう一回キャリーパメパメって言えてた、キャリーパメパメってなんて略すか知ってます？キャリーパメ、知らないです。キャリーパメパメだから KP じゃない、はい、いや、KPP らしいですよ。 KPP、はい、これ僕代表に教えてもらったんですけど、あ、はい、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュで、KPP、 なるほどね、KPP、はい、そんな今略し方すんの、うん、なんかいろいろやっぱ、うん、略語が、ね、お前の母ちゃんデベソは、OKD OKD ですね、OKD、ちょっと時間かかっちゃったんですけど使うの、使う OKD は多分使いませんね、うん、お前あんまそういう場面がね、うん、ないと思うんですけど、ちょっと人バカにするときに使うんでしょ、はい、OKD OKD あの DDD とかあった、何 DDD、どこでも誰でも、うんうん、どう分かんないから、どうみたいなのあったんですよ。アヤマンジャパンのあのシングルの曲で、うん、DDD っていうのがちょっと前にえあれは出て GGG、 それは少女時代です、ね、うん、あ、分かったしかもちっちゃい入ってますから、うん、あ、本当 G だけではないですね。あ、本当、はい、そうか、ごめんね。さっちゃん好きすぎる、ありがとうございます。あ、さっちゃんそういうコメントはね、もう本当にすぐ拾っていこうと思ってるんで。さっちゃんいっぱい書いてあるな、さっちゃんの、はい、名前はね、うん、全然言えてないって書いてるよ。キャリーパンパンって書いてますかね。 OKD48 って書いてるよう集めたな、お前の母ちゃん、デベソ、はい、48、リオさん痩せた、気のせいですね、はい、いやいや早くない、はい、痩せてるよやっぱほら努力してるからさ、リオ太ったなって書いてるし、リオさん165番が僕目から離れないんですね。何165番って、都庁の近くでさっちゃん寝てなかった、寝てねえわそっくりさんですかね。いや確かに外前で寝てんの、確かに外で寝てしまう時が僕たまにあるんですけど、都庁の前まで行って寝たっていうことは未だかつてないですね。でも都庁、はい、都庁の方何しに行ったの。だから都庁寝てないですから寝てない都庁で。でも俺もさつきよく段ボールに入って寝てるの見る、うん、あれそっくりさんか、話しかけなくてよかった、僕ではないですからね、絶対話しかけちゃダメだと思いますね、はい、似てる人、はい、ホームレスってこと、でしょうね、うん、まあそれかまあ同じようにちょっとベロベロで、なるほど、ね、帰り損ねた人か、ね、西武新宿笑って言われて、うん、あ、ドラえもん風にキャリーパミパミ言って言ったら噛まずに言えるって、信代さんの方ですか、
信代さんの、ね、信代さんの方のことありますか。わさびさんか、やっぱ信代さんかあるじゃないですか。新しいか古いかってこと。はいはいはい。僕の中でやっぱ信代さんなんで。信代さんね、はい、うん、秘密道具風にね。じゃあお願いします。キャリーパミューパミュー。あ、これすごい。でも言えますね。マジで。え、これ、え、これなんかすげえ。全然信代さん風ではなかったよ。いや、信代に今極限まで近づけたんですけど。全然近づけてなかったよ。え、じゃあ、あの、早口言葉みたいの短めでもらえません？それ僕全部ドラえもん風に言ってくるんで。なるほどね。はい。早口言葉を、はい、あの、リスナーさんからもらって、はい、それを、そうそうそう、ドラえもん風に。僕が、あの、信代さん連れ替わってやるんで。はい。じゃあ、まず、じゃあ、書かれるまで、じゃあ、俺が1個出していい？はい、大丈夫ですよ。ね、うん、あの、バスガス爆発ブスバスガジョ。はい。長いっすね。バスガス爆発まで。あ、いいよ、いいよ、行こう。行きます。バスガス爆発。お、めっちゃ言えるっすね。これやっぱめっちゃ言えるっすわ。普通だわ、今。これめっちゃ言えるっすわ。すごい。いや、今、お、炙りカルビね。信代さん風ではなかったですね。信代さん風ではなかったですか。わさびっちゃった感じですか。じゃあ、炙りカルビいこう。炙りカルビ。あ、もうスイーツですわ。もうこれはもうよどみないですね。もう信代さんに無視だよね、はい、完全に、ね。もう。あ、早口言葉なのに早くないっていうのは、あの、ただゆっくり言ってるだけっていうね。東京特許許可局局長へ。あ、それ行きましょう。行きます。東京特許許可局局長。あ、言えるわ。いや、だから信代さん、ちょっとでもやっぱ難しいですね。信代さん無視やん、完全に。信代さん、信代さん感はないですか。なんでドラえもん風ちゃうねん。さっちゃんキャスの方がいい。さっちゃんキャスの方がいいって言ってるんですけど、僕の最近のキャスベロベロです。白目向いて目いってるだけですからね。ひたすら酒飲んでるんで。2回目のキャスはキャスは見返してないですね。見返してない。むしろ削除してるんで、あの、ベロベロの時のキャスはね。でも見てくれてるんですね。うん、ありがとうございます。あ、て、はい、あの、的確なツッコミ来てる。ドラえもん風だと早口言葉じゃなくないだろ。まあ、ゆっくり言ってますからね。早口言葉の意味なくなってる。確かに。うん。信代の要素ないって。信代の要素ない。うん、言う通りやで、全部。うん。あれですね、コメントで結構あれ来るかなと思ったんですけど、あの、バーベキューどうだったみたいな。あ、バーベキュー、バーベキューどうだったみたいなの来るかなと思ったんですけど、お、全然ないね。一個もないですね。みんな全然興味ないんですかね。前回でそのバーベキューのくだりは言ったの、はい、いや、あの、バーベキューしてからまだあの、初の放送じゃないですか。そうだよね。だから、はい、その、行きますよみたいなくだりはあったの。バーベキューのくだりわかんないですね。話したんですかね。ね、バーベキュー、バーベキューでですね、楽しかったよね。はい、2連休をいただいて、うん、どこ行ったんだっけ、奥多摩に行ってました。奥多摩ね、はい、奥多摩。そうなんですね、うん、さっちゃん沈められたからな、4回ぐらい。いや、沈まってないですね。やめましょう、ま、そういう嘘つくのは。まんま置いて帰ろうかなと思ったもんね、はい、いや、あの、本当に怖かったんですね。キャス見てくださった人は多分分かると思うんですけど、うん、ほら、あの、252、そうなんですよ、リングの撮影場所、リングの撮影場所で、本当にあの、僕らが泊まった部屋、一番人数が入る部屋なんですけど、そこがリングの撮影場所で使われたっていう。俺らが泊まった部屋が、はい、もうまさに、あそこが撮影場所だったらしくて、みんなちゃんとね、でも無事帰ってこれたんですけど、あのさ、無駄に誰も行ってないロフトあったよね、はい、ありましたね、ロフト。ほんと怖かったっすね。あれやばい、あのロフトがあったんですけど、ロフトが、ロフトの上が電気つかないんですよ、真っ暗で。で、しかもみんな夜に気づいて、みんなこういろんな、ね、部屋でこう寝てて、ロフトのある部屋にはほとんど誰も、ね、寝ようとしなかったっていうね。誰も寝てませんでしたね。 あれ怖かったな。いや、もう本当に、本当に怖かったですね。やばいよね。でも夜がもう本当にやっぱ周りに光もないですし、うん、真っ暗なんで。真っ暗ね、山の中ではね。僕結構明け方ぐらいに、うん、寝たんですけど、まあ、たまたま隣が、あの、直樹さん寝てらっしゃったんですけど。あの部屋で寝た。はい。で、ロフトの部屋じゃない。ロフトの部屋じゃないんですけど。で、僕はやっぱ、あの、寝つくまで結構バサバサしたり結構うるさい方なんで、はいはい、いびきはかかないんですけど、ごちゃごちゃしてたら直樹さん起きて、うん、直樹さん起こしてしまってですね、あれ、起こした、直樹さんおはようございますって言ったら、ちょっとトイレ行こうとしたんですね、うん、トイレ行ってくるわって言って、うん、でそしたらもう3秒ぐらいで戻ってきて、早っと思ったら、さつきちょっとついてきてくれへんって。実は直樹さん怖いよ。ついてきてくれへんって言われて、ダメなんや。あ、分かりましたって言って、ちゃんと電気つけてあげて、で、下まで送ってってあげたんですけど、はい、で、トイレまで送り届けて、はい、まあ、外で待ってようかなと思ったら、あの、トイレの個室になるのも、一人きりになるのも嫌だったらしくて、一緒に入ってくる、トイレ、あの、開けっぱなしで、なんかずっと、なんかずっと開けっぱなしで、あの、トイレしてたんですけど、怖いもんね、閉められたらね。はい。
あとトイレ謎に2つあったからね入り口の誰もわからない、いや怖いですね、あの開かずの扉ですね、あそう開かずの扉もあった、はい、鍵がもう閉められてて、はい、一切そこは開かないんですよね多分きっとそこに井戸があったんじゃないかな、いや怖いよ本当に怖いですそこに井戸があってね、きっとそこから出てくるんやの怖かったです ね、まあ、無事何事もなく帰ってこれたんで、はい、よかったですけど、アスレチックもやりましたね、アスレチック ね、はい、ね本当に危なかったね、アスレチックにあんだけ命綱設備がないと、アスレチック初めてやった熱海の時にですね、サルトビ、皆さんも一緒だったんですよね、いやサルトビは一緒じゃない、サルトビ一緒じゃないですか、うん、そうですね、僕変なまだ霊が見えて見えてたのかもしれないですけど、サルトベっていうアスレチック行ったんですけど、うん、そこはもうちゃんとすごい人工的な感じで、そうです、命綱もちゃんとあったんですけど、もう全く奥多摩はないんですね、奥多摩ないとかじゃないよね、はい、もう死者が出てもおかしくないすぐ崖みたいな、でガイドさんも入り口だけで、うん、でキズナさんが草履で登ろうとしたんですよ、そうそうそう草履大丈夫っすか、行けますかみたいな、絶対あかんよねただ半笑いでいやちょっとしんどいと思うっすねみたいな、そんな感じで止めなかったんですけど、本当にしんどそうです、雨降ってて、ぬかるんでて、はい、苔とかも生えてるからもう木がツルツル滑るのにいや怖いですね途中のロープみたいの切れてるところとかもあって本当にあれ一般に公開しちゃいけない、怖かったですね、はい、いや危なかった、女性はもう絶対登れないと思うんですね、行ったらあかんで、はい、海入った奥多摩に海はないですね。山やから、ね。川なんです、ね。山やからね。さっちゃんとターザンやってたのなんてこと。ユウスケですね。新しく入ったんですよ。あ、二人で、あ、動画のやつ。ユウスケっていう従業員が最近入って。トゥルンってなるじゃん。そうそう。木滑ったらね。怖かったっすね。直樹さんももう必死こいしたからね。危ないから。直樹さんもしんどそうだったっすね。うん、途中で全部で26番まであってコースが、で26番までみんな回る予定だったんですけど、はい、もう15番ぐらいできつくて途中20ぐらいで折り返してましたよまあショートカットはありましたね、ショートカットしてたもん、はい、なんか全部まずはもう切りないな、うん、途中雨も降ってきたしね、食事はですねバーベキューしました、うん、バーベキューさ食材切ってね、切りました、すごい美味しかったです、さつきがトウモロコシ切るのに苦戦してた、トウモロコシほんと切れなかったですね、ノコギリみたいなのがガッツガツ言ってたもんね、メンテナンスしろってほんとだよ、アスレチックは絶対メンテナンスした方がいいよね、一番チキンなの誰、誰だろうね、僕結構しんどかったっすね、え、チキン、僕チキンです、怖いのもダメ、いや怖いのマジで無理っすね本当に怖かったっす、心霊キャスみたいのしてたんですけど、俺だってほら深夜にさコンビニ行ったからねすんごい真っ暗で何も見えないトンネルに車でコンビニまで行こうと思って、車でコンビ近くのコンビニまで20分ぐらいかかりますからね、20分、やばくない、全く近くはないですよねいやしかも真っ暗なトンネルめっちゃ怖いです、長いし、そりゃ貞子も来るわ、今回はラッスンとかなかったのそうですね、ラッスンはやらなかったですね、 あれだ、お花見の時みたいなやつね、はい、お花見の時にみんなでネタやったんですけど、今回その代わり人狼ゲームやったんですね、人狼ゲーム、はい、そう、やばいよね、うちの新しい従業員交えての人狼ゲーム、はい、みんなで、うん、結構長い時間やったっすね、そう、直樹さんと、はい、スナイパーさんがもうマジでイラついてるところ初めて見た人狼ゲームやっぱみんなでやるとすんげえ楽しいっすね、性格が出るね、マヨさんに関しては人狼になった時ほど喋らない、マヨさんでもまあ上手だったしね、そうそうそう、僕ら下手くそじゃないですか、そうそう、ね、すぐ出るからね、はい、俺人狼になったらもう勇みすぎて、はい、もうそっからもう名前が勇みになった、そうそう、勇みでよっていう、俺名字ついてないけど名字イサミやったら許すわって直樹さんに言われたっすね、イサミねイサミいいですけどね、誰が負けたのやと、負けとかなんすかね、あれはそう、まあ、人狼チーム と、うん、市民チーム、市民チームに分かれてやっていくんですけど、そうそう、わ、さっちゃん、はい、さっちゃん
エビの背わた取るの上手になった。そうなんですよ、上手くなったんですね。覚えたんだもんね。ナッツさんやっぱ、うん、あのエビにちょっとうるさいんですよ。そうそうそう、エビめっちゃ好きなんで。エビ好きやからね。ただそのまま焼いたらもうダメなんです。縛られる。ダメです。あのちゃんと皮からです。殻を剥いて、殻剥いてから背わたを取るんですね。そうそうそう、背わたね。すごいもう。うん、でもエビもバッチリです。さっちゃん不器用すぎてて指切らないから心配だよ。エビの最初包丁を切れ目入れるんですけど、ね、ちょんちょんちょんってやるときでもう いつか手切るんじゃないかな。ただ本当に美味しかったですね。ねえ、美味しかったね。バーベキューでいい肉使ってたもんね、うん、そうですね。めっちゃ国産のいい牛と豚、はい、あれチョイスいいな。幸せでした。ただあのキャンプ行ったときはあのさつき何もしてないけどね、その日病院と携帯壊れて、あの朝あ 買い出し一切いかなかったから、はい、もうなんか俺とあのもう一人車、まゆさんとかと車取り行って、しんちゃんとかあと下の子で買い出し行ってたんですけど、うん、もうねあのさつきは病院、朝から病院行って、はい、体調を崩して病院行って、それとあと、あれでね、ビックロインに行ってます。ビックロ行ったの？ビックロで iPhone が iPhone が前日に動かなくなったって言っても大騒ぎしてたから大変だったね。え、直樹さんが買ったのをやった。もうそれはみんなで、うん、みんなで買ったね。幹部の方々。松坂牛ってあったっけ？松坂牛はないです。ないよね。なんかえでもさ、うん、なんかいい牛あったよね、すげえ高いやつ。カルビーじゃないですか。カルビーかな、なんかすごい高そうな。松坂牛ではないです。さつき0点、何が何が0点なのかだけちょっと気になるんですけど、あの銀さんのキャスであの、はい、僕が運転してるキャスがやってたんですけど、いややっぱ思ったっすね、うん、運転できる人かっこいいです。本当？僕リオさんにもちょっと乗っけてもらったじゃないですか。ああね、いやもう思いましたし、 あとヒロ、あ、ヒロうまいな。ヒロちょっと危なっかしい感じとかあるけど、もともとトラックの運転やつだって言ったからね、うん、あのかっこいいですね。そうでしょ。さっちゃん運転できないの？僕ないんですよ、免許が。でも今もう車運転したくてしょうがないんですよね。まず免許取ることから始めないといけないよね、はい、どの車に乗りたいか決めようかなみたいな。あ、車から選ぶ。そで、そのためにあの頑張ってあのあ仕事して稼いで、で、あのそっから免許を取る。じゃあ俺の次の目標、免許持ってるからいい車に乗るっていうのが目標になるかもしれないね。車、うん、車、皆さん車好きなんですよね。好き好き。もともと、あの一応、はい、普通に買った車が一番こうベンツ乗ってたことあって、ちょっとね本当だよ、マジ。いやもうやっぱ名前イサミっすね。そう、ベンツ。ベンツ、なんでベンツ行ったんですか？ベンツのメルセデスっていう、はい、ベンツはメルセデスですけど、ね、あの、はい、自分で買ったんじゃなくて、はい、免許取ったら、うちのね、お父さんが車買ってくれる言って、僕さんと。あ、来ました。クラブナオキ代表の銀さんです。よいしょ。いやー、来た来た。二日酔いやべえな。もういきなり今もう顔が、顔がちょっとそうなったっすね。7時ぐらい。朝。はい。水の方がいいと思うんですね。あ、さっちゃんも飲んでたんですね。で、そうです、うん、なるほど。改めまして銀さんです。イエイ。よいしょ。さ、今キャンプの下りしましたね。おお、いいね。はい、キャンプの話楽しかったよね。はい、楽しかったです。すいません、いただきます。おい、乾杯。おはようやっぱ一気しますよね。僕ももう3倍ぐらい一気してるっすもん。聞いて、そこ行けよ、はい、プラセンタ注射打ちに行こうと思ってた。あ、プラセンタ、プラセンタ効くらしいですね。一回打つと輸血できないからね。あ、そうなんですか、っていう話を今、絆さんとしてたわ。あ、そうなんですか。そしたらもう僕らできないね。輸血できないんですね。それ見せて、俺目悪いからさ、はい、シャツが爽やかな銀さんって感じです。銀代表、色気やば。銀ちゃん、おしゃれだね。運転の話してたよね。運転の話してました。銀さんやっぱ運転できる人かっこいいなっていう話してた。 BMW はいい。リオの運転のキャスやったもんね。やってましたね、ツイキャス。あれ楽しかったですね、帰り際で。結構やっぱ盛り上がったんですか。うん、
あの議員さんがずっとキャスしててくれて、俺はずっと運転しながら鼻を立たせるというこの水うまいっすよね、うん、めっちゃうまいっすよ。しんちゃんとまよちゃんは、しんさんとまよさんは後半出るそうですね。もうそろそろ。ナオキさんは、ナオキさんは、まあ出られません。はい、はい、出られません。もうずっと最初からもうナオキさんナオキさん言うんですけどねやっぱ欲しがってますからね、うん、そうそう。まあこれからはちょっとね、従業員メインになってくるんじゃないかなと。たまに直樹さん来るぐらいがもうみんなレアで喜ぶんじゃないかな、うん、やっぱりさっちゃんの方が代表より若いから一緒に飲んでても元気なんかな、うん、そうなんすかね、どうなんすかね、元気で、元気だね、どうなんすかね、ノーコメントや、ノーコメント完全に今ちょっと元気ではなかったです、ね、すいません。昨日さ、はい、ぶっちゃけさ、はい、漏らしたでしょ、さつき。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。え、真実発覚。ちょっと待ってください。漏らしてないっすよ。漏らしてないっす。漏らした。ガチ。ガチで漏らしてないっす。すんげえ臭かった。え、マジっすか。だからあれ買ってきたんだよ。マジっすか。さっちゃんやった。みんな、ええって。もうね、凍りついてるよ漏らした、漏らしたのかもしんないっすね。どこでってちょいちょいあるもんね。全然もう普通ですもんその話詳しくできてる湿菌じゃないですよ。あ、湿菌じゃない、湿便ですかね前からじゃなくて後ろから、うん、そうです。うわーって書いてる、いきなりのバグ。たまにある結構お酒を飲む男性だったら僕あると思うんですよ。コメントが伸びてるよ。男の子だったらね。リュウさんあるっすよね、ぶっちゃけ。漏らしたことは。漏らしたことっていうか、あれは急性腸炎、急性腸炎の時ぐらいですね。ああ、もうパンツやった。いや、もうおならとかできないですからね、うん、ずっとトイレに。そうそう、あのもうね、おならとかのレベルじゃない。クマが、え、クマが、クマやばい銀さんお疲れモードが出てる。まあやばい、そんな湿気よりひどい。急性腸炎やばいですよね。急性腸炎本当にやばくて、代表もあの昔になってました。7キロ痩せたからね、1週間で。もう水分全部持ってかれるからね。リオ何キロ痩せたの僕3キロっすどこ、嘘っす、絶対。ちょっと父が亡くなったかな、ちょっと亡くなった、ちょっと亡くなったかな。あと10回ぐらい急性胃腸炎になんなかったらダメっすね。急性胃腸炎の間もちゃんと栄養取ってたからね、俺。飯食えるんすか。食えないよね。ちょっともうポカリぐらいじゃないんですか。食べてもすぐ出ちゃうからね。今熱中症も流行ってるしね。はい、もう夏っすからね。38度とかしてたよ、日本で一番暑いとこ。暑すぎだっすね。やばいっすね、38度。やばいアイスでしょ。武田鉄矢のものもやってるから。なんなんだ君はえ、出てこいや。もう、モノマネする気ないでしょ武田鉄矢やったことなかったっす、うん、武田鉄矢は分かんないね、誰も拾わない OS1 を飲む。 OS1 いいっすね。 OS1 あれでしょ、水分補給のやつでしょ、うん、あれでもめっちゃまずいっすよね。でも、あの、生理食塩水みたいな。あ、そうなの。すごい吸収していいらしい。あの、スポーツドリンクみたいな感じじゃないのはい。子供の頃の鷹の花のあれやってた。それは、多分、リオさんの方がしっくりたまに、あの、唐突に来ますよね、うん、違う、まあ絶対求めてないと思うんですよねなんとなく打ったら、こいつ本当にやったなみたいな画面越しでびっくりしてると思うんですよ。俺私のコメント拾ってくれたみたいなね。18番は何なん、サツキのモノマネですか。最近やんないじゃん、そういうの。18番難しいですね。アンガールズとかになるんですかね。アンガールズでもいまいちなんで、18番ちょっと作りますか。まあ、あのリスナーさんとかにさ、あ、それいいじゃんみたいな、もう見つけてもらったらいいんじゃない。誰がやっぱ似てるんですかね。いや、さつきは特徴ないからね。声ぐらいですかね。
声はでもね、はい、リオの方が特徴あるからね。そうなんですよね。僕モノマネしてなくてもモノマネしてんでしょって言われますからね。あ、ずっと千と千尋のガルの声はずっと言われますね。か、相川翔かぐらい。野々村議員。野々村議員。野々村できる。野々村議員できないんですけど。泣くだけで。あのユースケがネタ帳持ってるの知ってます？いい。ユースケネタ帳持ってるの？あの、あのでっかいもノートにネタ帳っても書いてあって。え、もうお笑い芸人目指してたの？そこにあの野々村議員っていうのが書いてあって、野々村議員が喋ってることをあのなんかメモしてました。ちょっと似てるかもな。野々村議員。なんかそういうのやってるんですね。だって彼さ、お笑い芸人じゃなくて俳優目指してんじゃないの？え、そうですよ。俳優は休業中なの、本当に。あ、そうなんですか。休業中ってかっこよく言ってますけど、そもそもあの始まってもないみたいなのあります、ね、失業中じゃねえ。オラフだって、オラフ。オラフね、うん、顔があれですかね、やっぱね。さっちゃん、直樹さんのモノマネして叱られてる。直樹さんのモノマネできないですよ。やってよ。一回消すやつも。いきます、うん。ホストって会えるアイドルだと思うんですよ。めっちゃ顔動きやめっちゃ。バイステビス。もうちょっとバカにしてるでしょ。もうあのコメントとか見ないっす。コメントを見ないっす。直樹さんからお叱りの電話来るからね。あ、田原俊彦いけるかもしれないっす。田原俊彦。はい。やって。クレアナキさん。黒柳さん、すいません、できなかったっす。できなかったっす。ちょっとやってみたいなと思って、あの大の字のあの人やってるんで。ああ、大の字ね、はい、いやすごいね。さっき何でもやろうと思ったらできるんだよ。こいつの2本目。これ2本目っていいですか。2本目なんだ。美味しい天然水。いやおもろいね、さっき。さつき首って書いてるよ。たぶん直樹さんじゃないの。え、直樹さんなんすかね。さつき首って書いてる。さつき、たぶん何回目の首。いや、もう数えきれないですね。10回ぐらいじゃないですかね。数えきれない。あ、もう やばいね。2,3 週間ぐらいの前で、あの、うん、前の放送で、うん、あの代表が、あの教えてくれたじゃないですか。あの放送数で降格してたよっていうの、うん、僕やっぱそっから結構あのすごい印象に残ってるみたいで、僕夢で、あの昇格してましたね。夢で祝昇格って書いてあって、僕夢で細すぎる夢見たんですけど、祝昇格って書いてあって、もう一回上がるって、もう一回上がってました。シャーって思って起きたんですけど。そういう夢になってほしいな。叶います。やっぱでもリスナーさんのおかげでだいぶ盛り上がってるっすもんね。今回は、うん、前回よりも伸びがいいです。伸びがいい、はい、あ、そうなの。そうっすね、もうそろそろ30分で。お出だし向上。リオさんの好きな男性のタイプは、好きな男性のタイプ、ほんとね、あの、私は、ほんとね、私ね、ちょっとね、背が高くてバカ、うん、男や、のんけ、のんけ。ちょっと手本見せてよ。好きな男性のタイプは、うん、私は、やっぱ身長が高くて、髪の毛長い人かな、うん、髪の毛長くて、でもお酒が飲める人が好き。SK2 って言うでしょ、絶対。髪だいぶ伸びてるよね。髪伸びましたね、はい。どこまで行くの、リオぐらいまで行くの。もうちょっとだけ伸ばそうかな。僕、あの、後ろにあのもう湯開けるぐらいやりたいですよね。昔のあの直樹さんぐらいにやってみたいですね。あと2ヶ月だって言われました、病院で。はい。さて、ローラのモノマネして。オッケー。簡単やね。もうノリでやってるし。ポン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 行った方がいいっていうのをちょっとあのなんか掴んできたんで。瞬発力で考えたり間がやっぱね良くないんで。はい。ローラのモノマネでじゃあ CM 行こうよ。そうね、どうしようかな、チーム行っちゃおうか、オッケー。 The largest program on YouTube in history Which is it? オーバースト。
計画に乗るか不可能だろ。役所だろ。限りなしだ。その通り。揃った。ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。じゃあ、秋ジム開けました。本気モード。本気モード。もう暑くなってきて、変な汗かいたんで、もう脱ぎました。後半も、はい、この T シャツいいでしょ。この T シャツ、はい、すごくいいです。はい、代表に。リオさん、銀さんの真似してだって。でも銀さん、俺、あの、授業のモノマネとか、いろいろ考えてるんですけど、銀さん、特徴ないですよね。いっぱいあるでしょ。癖とか。もう僕のイメージなんか一発ギャグやってる時の銀さんぐらいしか、ね、見たことないですけど僕やってなんですかそれ。ジジジみたいな。それはそういうのはあるんですけど、はい、それ別に似てるとかじゃなくてもうそれ自体がモノマネじゃないですか。その銀さんでもめっちゃ酔ってるっすね。そうもうそれ出る時は口調とかの特徴はあんまなくてもう裸にジャケん、うん、なんベストとかそういうモノマネとかだったらできそうですけど、そういう時は大体もう爆睡だもんね。爆睡モードですね。はい、なかなか起きない。気づいたら寝てる。あの普通になんか手とかの癖とかもありますけどね。どんな代表どんな これとか。あ、鼻ね。鼻よくこうやるよ。鼻のなんかこう。いや最初はなんか一番最初見たときは、あれ鼻ほじってんのかなって思ったんですけど、よくよく見てると、なんかこの鼻を押し上げて空気の通りよくしてんすよね。そう、鼻詰まると嫌じゃないですか。こう、大体それもちょっと酔ってきたときですかね。酔ってきたときある。はい。それ一段階目。それもう、そうっすね。レベル1です。レベル1。段階がある。はい、最終的には裸にベストを。そうっすね。なるほどね。来ました。さあということで、僕はじゃあちょっとお仕事に戻ろうかなと思います。はい。バトンタッチしますか。うん、世代交代かな。はい、これもちょっと行こうかな。プラセンター。本気でもう弱ってるやつですね。さあ、じゃあそれでは、はい、30分ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バトンタッチします。バトンタッチします。じゃあそれではカリスマの動画です。紹介に行く。今日ちょっと木綿感強いですね。身長は？身長半から来るってしました、ね。なんかいいね。いいんですか。さつき松潤に似てるって。マジっすか。うん、嬉しいっす。よし、あっ、すみません。おはようございます。なんかすげえ久々な気がする。あ、信じた来た。すっげえ久々な気がするわ、ほんとに。あ、俺いつぶりだろう。あ、そうですよね、久しぶりですよね。うん、2週間ぐらい出てなかったもんね、多分ね。おはようございます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 じゃないか、こんばんはだね、みんながね。こんばんは。そう、すごいしょうもない話ばっかしてたな。どんな話してたんですか。30分ぐらい。最初は少し伸びた。わかる。バーベキューの話かな。あ、分けた。ちょっと2日間お休みいただいて。何、白いガチャピンが来たと思った。なんだから、なんで基本悪口で入ろうとするのかな。ガチャピン可愛いじゃないですか。ガチャピン多分デブやん、顔でかいし。最近ダイエットしたんやって。え、人気者っすよ。人気者だけど何でもできるやろ、あれな。
はい。いや、いいよね、空飛べるし、泳げるし。確かに、何でもするっすよ。あれ、何でもできるで、運動神経抜群やから。見てましたよ、ちっちゃい頃。え、何何似てた、見てました、テレビ見てた。本気っき、本気っき、本気っきね、あれはもう不動のあれだから、やっぱり人気番組だから。ごぼうしばき合い対決って何なの。ごぼうしばき合い対決、ごぼう、さっきからすげえ来るんだよね。長ネギじゃなくてごぼうしばき、ごぼうしばき合い対決やりたい。あれ、それあれじゃん、山崎芳生のやつや。叩き合うやつですか。そうやろ、山崎芳生と森マンのなんかあれじゃん、ガキ使かなんかでやってたやん。痛いじゃん。そういや、僕は結構痛いですよ。しばきまくってるやつやろ。そうそう。あ、そう、これ僕、そう、直樹さんからいただいたやつですね、シャツ。直樹さん似てる、着てる、いただきました。ニコナイトで着てたっけ。他なんかインスタとか、なんかブログとかじゃないですか、見たことあるの。リゾート仕様だもんね。うん。あ、ありがとうございます。しんちゃん早速噛むね。またまた、もう前回もすごい噛みで。ウロンちゃん。あ、ウロンちゃんじゃない。メス。え、ウロンちゃん。しんちゃんは。あ、いや、お酒でもいいですけど。しんちゃんお酒。ウロンちゃんです。ウロンちゃん。しんさん本当お疲れだね。疲れてるんですか。昨日テルリンのバーで飲みすぎてさ。ああ、二日酔い。ありがとうございます。あれです、テル開いてー。言うだけなんだけど、生き生きしてたけどね。元気だったですか。うん、元気だった。生き生きしてた。テルいつまでバーの店員なんだろう。行け、触れないとこ。じゃあ改めて、はい、乾杯。いただきます。はい、乾杯。ありがとうございます。プラセンターできます。はい、大事だ。クラブ直樹の滑舌の悪さどうにかしようってよ。僕と、サツキと、まあ、前回リオさんも結構カミカミでしたからね。リオは上がり症だからさ、上がる特殊な上がり方するよね。緊張するってよう喋るんだけど空回り。そう、前回いいんだけどさ、おもろいけどね、俺は好きなんだよ。表情とかもでもそんな変わんないですよね。うん、そっか。みんなさ、俺さ、一個さ、素朴な疑問していい？今8時半でしょ？何してんの？お仕事終わりの。いや、だってお家でゆっくりして、もうさ、ご飯食べ合ってさ、俺がだよ。マジ、本当に今、このホストってなかったら、俺確実に今この時間には、もうそろそろ、ご飯食べ合って、お風呂出て、もう寝ようかなって思うで。寝る時間早くないですか？俺、水上やってなかったら、本当に9時とか寝て、俺ね、4時とかに起きたい。今でも面白いテレビ、ゴールデンタイムじゃないですか？いやまあね、でもテレビは録画でもいいしさ、まあ、見たい番組はそうやな、それはあるわ。うん、それちょっと嘘ついたわ。謝る、ね、すまん。許せ。許します。でも木曜日僕ら休みじゃないですか。うん、なんかテレビしっくり来ないですよね、木曜だと。あんだよ、皆さんあるよ。まあありますけど、俺が一週間で一番楽しみにしてる番組やで。あ、でももう終わるらしいよ。ええ9月、早くて9月いっぱい、遅くても来年の3月みたいなこと。ニュース、そうなんか変な、よくわかんない情報ニュースみたいなさ、グノシーみたいなやつやっとった。終わらなそうじゃないですか。いや、終わるんだって、めっちゃ金かかってるらしいやろ。あ、でも確かにドッキリとかめっちゃお金かかってるじゃない。困ったよね、実際そんな。これ見てからご飯、豆腐食べる？食べたくなった豆腐。意味深だね、それね。拾わねえけどさ、拾ってるか。ヘルシーで。これ見てからご飯ね、まあ、1個そっか、髪あげてほしいな。もうちょっと伸びたらね、またね、遊べんだけどね、髪の毛でね。うん。結構でもね、髪切ったのも結構好評だったんだよ。若くなったんですよ。いや、じゃあそれ痩せたからって思われ。まあそれもあるんじゃないですか。もああ、でも髪切ったのいいよ、なんか可愛いでしょ。髪の効果すごいあるんですよ。うん。家事後回しで見てるよ。いやそれもう家事はやりましょう。大丈夫？大丈夫ですか。あんまりこの時間から洗濯回しても迷惑ですからね。俺ね、最近気づいたのよ。洗濯はさ、乾燥までしてくれるじゃん、洗濯機は全部。うん、畳めない病だってことに気づいて、やっぱり。干しっぱすか？いや、干さないよ。だって乾燥まで全部やってくれる。ドラムだから。やってくれるんだけど。
え、畳めねえ。出すじゃないですか、うん、どうするんですか、出したものを。出して、とりあえず二つ折りぐらいにして、なんか途中、最初の本出したのは、あ、タオルだけは差し出す。タオルだけはちゃんと畳んで、はい、で、脱衣所置くよ。で、服よ、問題は2、3着畳み始めるともう、あとはもう、大変じゃん、あれ全部行くの。結果、ベッドの足元にいっぱいある。あと、言いづらいけど、こういうとこでは床にもちらほらじゃあベッドに、ね、俺寝てる時に落としてやってたからさ。いや、洗濯したものを落としてたらちょっとまた洗濯しないとってなるじゃないですか。いや、でも俺ほら基本あの家で物食わないし、一応クイックルワイパーは趣味みたいなもんだからさ、床は一応綺麗だあって言いたいじゃん。ってダメ、洗えと、もう一回。いやー、だって髪の毛とか落ちるっすよ。いや、落ちてるかもしれないけど、俺の髪の毛や、文句あんのかい俺の髪の毛や、別に誰かの髪の毛じゃないんだから、ええやん。誰かはその、まゆさんのね、畳み係かね。いや、でも俺ね、洗濯物畳み機みたいなのができたら絶対売れると思うやんね。俺は間違いなく買うで。あれ、なんかコツとかないですか、その畳みやすさとか、その集中力切れないコツ。でも何、 B 型 T シャツ知ってんの？ B 型 T シャツ欲しいの？ああ、バーベキューだったら、あの別に俺のあげてもいいし、あの売ってるとこ教えようか。ドン・キホーテ行く前に買ったやつや。あれ、 AB 型とかないんすか？わかんの、見てな。なんか B 型って書いて、後ろに B 型の説明書みたいなの書いてあったから、意外と長所の欄多かったですよ。いや、 B 型って長所いっぱいあっちゃう。 B 型ってな、自己中とか言えれるけど、違う、人よりちょっと自分のことが好きなだけやな。わかる。別に自己中じゃない。なるほど。ちょっと自分のこと愛してるだけやな、人より。直子さんも B ですからね、うん、そうそうそう。ディーンさんもか、多いな。僕そんな綺麗好きじゃないですよね。僕ちょっとね、だらしないとこあるから、ハンガーとかかけとけっすね、服は。うん、クローゼットあれだな、畳むのめんどくさいな。あれだけはもうどうにかなんないかな。時給3000円畳むよって。時給、ちょっと待てよ、バカにしてんだろ、ほんと高っ。でも畳むなら1時間以内で終わるじゃないですか。いや、だから畳むだけで毎回3000円払う。この人がもしわざと1時間越して2時間とか言ったら6000円やろ。1日かかりました、言うたらマジシャレにならん何万も、うん。何型と何型が生まれた B 型ですけど、僕は AB と O から生まれた B です。 AB からなんですか。 AB と O ね、親父が O でおかんが AB や。いい B 型じゃないですか。いい B 型なの。 AB の血が入ってるってことは、お前自分 AB だから AB いい言ってるだけいや、未だにおかんの考えてることだけどうしても分かんないね、俺ね。もうあの人はすごいよ、天才だと思う、ある意味。尊敬ですか。うん、いいえ尊敬じゃない。疲れちゃう、一緒にいると。嫌いじゃないよ、もちろん。嫌だし、わけわかんないと思うんですよ。うん、うん、やっぱ AB 型ってミステリーなんですかね。でも AB 型は俺好きな子多いよ。うん、僕も残念ながら新一のこともちょいちょい好きだし。あらっす、うん、僕も AB とか多いんですよ、男は。女の子はあんまり関わりないんですけど、 B 型も多いですね、 B 型と ABB 型と AB 多い。多いですね。何が？関わる自分の周りの人が。ああ、そうね。塾一緒にいる人とか。はい。A と B の間に生まれました。私は A と B の間に生まれました。なんか英訳しなくちゃいけないみたいな文章来たね。ってことは AB ってことか。A と B、前で生まれた B。マヤさん母親にだよね。いや、多分な、親父に似てるって言われるけどね、結構ね。あ、でもお母さんも似てるか。あ、でもどっちにも似てるんちゃう。そりゃそうや。前言ってた、まあ顔は お父さんにって言ってましたけど。AB ね。え、でも前 AB 好きよ。 B 型と付き合ったことあります？誰？俺？はい、 B 型あるね、一回。もう一回結構、O だけな。O の子、女の子だけないと。 O のだけない。 AB だけないですね。 AB の元彼にひどい目にあった。形跡型関係ある？関係ないじゃないですか、うん、だって AB、 新一 AB だよっていう前回で、 AB のさ、なんか特徴ってさ、二面性とかさ、うん、急にさ態度変わるとかでしょって言うじゃんよく。はい、
はい、そういうの前提だったら俺新一多分仲良くしない。時々言うじゃん、全部上っ面だよなって、実は腹の中違うこと言って考えてんやろって言うけど、別にそうでもないんやろ。そうですね、まんまやん、そのまんまやん。結構マイペースだし、うん、そのまんま自由人っすね。うん、宇宙人。いや、かかりが深くなれば AB は多分いい人になるっすよ。そうだよね、俺が言うと人間4つには分けれないよ。そりゃそうですよ、そりゃそうなんですよ。うん、俺血液型も年も関係ないと思ってるから。性別は関係ある。あ、関係ある、性別は。そうな、血液型、そうそうそう、血液型ってゴリラなんかみんな B 型やで。あ、そうそう。あ、ちょっと一回 CM 行こうか。行きましょうか。そろそろ。じゃあ CM。さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から。 Here we go。 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組。もちろんお店もホスト情報も完全にフォロー。ツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます。サイトのタイムラインは今しかないタイムセールなど、リアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムライン。ライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然。ナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供。やばいっしょナイトチューブ、試した人から面白い。さんもそうだし、マヨさんも結構ベロベロでしたもんね。僕も昨日途中ベロベロで死んで復活して、どうしよう、私本当にお酒飲めるか心配。いや飲めるっすよ、飲みましょうよ今日。飲めるか、お店戻って楽しく飲みましょう。楽しいお酒だとな、スイッチ入っちゃうからな。実際問題、結構この番組後のお酒って結構進まないですか。よっしゃみたいな、まあ、進まないとは言わないけど、あんまり、いや、私はいつでもお酒は基本的に向き合う姿勢を取ってる、クリアしてるんだ。で、飲ませますか。いや、飲ませてください。今日ご飯食べました。ご飯ね、ご飯食べ行こうと思ったんだけど、ちょっといろいろあってね。ね、結局コンビニ。結局コンビニ。あれ、ね、小学定食、小学定食、得意の、はい、ひょっとこ。ひょっとこじゃないですね、鶴亀の方。鶴亀か、俺ひょっとこの生姜焼きの方が好きだわ。ってか生姜焼き好きだわ俺。ってかハンバーグ食いて、6時オープンじゃないですか、あそこ。ちょっと待てなくて先に行っちゃったっすね、違うところ。今日ジム行こうっつっとったやん。いや、覚えてないです。行こうって言っとったやん。なんでばっくれた。覚えてないです。じゃあそう、昨日マヨさんに、帰りベロペロペロペロのマヨさんが、明日ジム行こうやわかりましたっつって、起きたら連絡してっつって、朝覚えてないんだろうなと思って一応起きたんですけど、なんかちょ体もなんかそんな起きなかったし、まあいいかと思って、そしたら前さん覚えてたんですもんね。覚えてた。誘ってくださいよ。言ったん、昨日誘ったん。なんで起きたら連絡しろよ。言うと起きて寝なさい。よく言うね。前髪ちょっとだけ上げてみてって。上げる、どういうこと、こういうこと。おでこ広いか。そんなことないやろ、男広い。広くないですね。ちょっとほらさ、スプレーさかかってくからさ、ちゃんとあげれないんだよ、ごめんね。10月がピークですかね、じゃあ。その後切るんですか。10月前伸ばすじゃないですか。伸ばす、うん、まあ伸ばすといえば伸ばすか。10月は毎週髪型変えるんだ。10月は毎週俺髪型変えるんだ。1週間ごと。秘密やけどね、どんなんするかは。新地もね、それなりに。夏はやっぱ短い方がいいっすよ、髪楽っすもん。汗かくし。
何前髪全部下げてって顔隠せって。俺もそれちょっと失礼やんな、ほんとか。ちょっと待って、お腹痛いんですけど私。マサ最近キャスしてます？してません。しないか、うん、バーベキューの時はサツキとジンさんがしてて。キャス…違う、キャスさ、してもさ、なんかあんまりさ、30人とか見てくれるだけ嬉しいんだけどさ、30人とかさ、いや、そこからですよ、そのスタートが大事なんですよ。やだよ、やだ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 、サツキよりも少ない視聴率で俺は開きたくない、自分の番組を。サツキはもう日々やってってるから頑張ってるんですよ。だから、やだならサツキのやつ出た方がいい。そういうことか、やっぱいろんな人に見られたい。マサ1兆円ですか？いや、1兆円じゃないと思うんだけど。サツキとリョウさんもね、1兆円経験あるからな。リンさんもか。やっぱ、マサさん、暑いと揚げ出し豆腐になるんですか？揚げか。湯豆腐とかじゃなくて、揚げ。揚げ出し豆腐。揚げの方。いや、だからもう豆腐っぽくないやん、別に。もう顔パンパンなの。俺、前日すげえ酒飲んだって、今やもはや、解禁したラーメン食べたって、次の日むくまないんだから。わかる？おぉ。若くなったんすね。わかんねえ。わかんねえけどさ。あ、でも最近なんだろう。何食べたんす、僕ら。ラーメン。何食ったいや、俺昨日覚えてるね。昨日帰りどうしてもなんか一口だ、一口二口、ペヤング食いたくなって、ペヤング食った気持ち。その前うどんすよ。あ、うどん食ったこれ。うどん食べましたよ。食ったかもしれないそれも残して。何食ったっけ最近。最近何した、なんか遊んだっけ。遊んで、まあバーベキュー。ああ、バーベキューか。ずっと前さ、なんか水風船で遊んでたっすもんね。バーベキューやりたい、バーベキューもキャンプもやりたい、遊びたい、遊びたい。あとあれ、俺夏は週休4日ぐらい欲しいわ。遊びたいで。ジェットスキーでしたっけ。で、小型船舶取って、ジェットね、もう乗って。俺の今年の目標は小型船舶トレットリー行くやん、はい、で、山中湖でジェット乗るやん。リオを乗せて、リオとサツキ乗せて、山中湖の真ん中でブラッシャン落としてそのまま帰るっていう。多分リオさん多分泳げないじゃないですか。いいや、サツキと一緒に山中湖、山梨どこだ、何県ですか。山中湖、山梨。いや、行きたいな。海よりやっぱそういうとこがいいですね、僕。海人多いし。夏、あ、いいね、夜景。夏とか、夏の空とかも好きなんだよね、俺。冬の空も好きなんだけど、夏の空好き。夏夕方とか超好きなんだよね、俺、ほんとに。夕焼け、朝日。やっぱりその、奥多摩の星は綺麗でしたね。あ、そうやな、星綺麗だったな。一瞬で消しちゃったけどな、雲で。あ、ちょっと雲かかっちゃって、途中。マンさん運転うまいっすよ。そうよ、私。うん、何回か乗ったことあるっすけど。え、コメント1000も行ってないの。1000行ってるよ。え、1000行ってるやろ、これ今1227って、これコメントの数じゃないの。え、ああ、行ってますよね。あ、びっくりした。マーさん、千葉の海最高知ってますよ、御宿でしょ。でも御宿はそんな綺麗じゃないで。マーさん千葉っすもんね。うん、外房線とかの方はちょっとわからんわ。やったよ、アスレチック。みんなやったっすよ、アスレチック。いいですよ、全然この弾き方は教えますよ。あれ、サツキがアスレチックもビリだったかな。サツキ途中ね、あ、チョンボしてバレて、ちゃんと行ってこいって言って、うん、ね、なんか俺あの100人ぐらいでバーベキューやりたいわ。100人、うん、でマヤさんでも人見知りだからもう2、3人としか喋んないじゃないですか。言うじゃん、人見知りじゃんって言うけど、俺は気を使ってるだけだからで、あとやっぱほら警戒心が強いから。まあでもそうですよね、俺自分でも分かる、警戒心強いから。いいですよ、息継ぎの教え方も教えますよ。なんかな、みんなにな、せっかくだから言うわ。さっき CM の時に新一がなんか話すことありますみたいな感じのこと振ってきた。だから別にないわ、俺も久しぶりやし普通に話そうかな思ってるって感じだったんだけど、なんか新一がいろいろ話したいらしい。なんか新一に話してほしい話ちょっと出そうよみんなで
また出た、そのマヨさんの振り。何にしようかな。またそういう振り出してくるんすか。え、俺カンタ？マジで？新一なぁ、新一最近何やってんの？僕っすか。あ、でもジャムとかちょいちょい行って、なんかそれは俺もジャムちょっとかで、レンと、あの新しい従業員レンとかと一緒に帰ってますね、うん、安心。今日野球お休みですからね。マヨさんは女の子に優しいんだって。絶対優しいやろ。いや絶対とか言えないよね。うそマジか。俺ね、でもね、俺ね、ちょっと自信あんのよ。あのね、俺親父がね、本当に女性には絶対優しく、自分より弱い人間に優しくしろって言って、それで何回もぶち殺されてきてるぐらいだから、マジで女性とかさ、自分より弱いものには優しくなくちゃなっていうのはもう本当に思ってるから、優しいと思うんだけど。本当男ですね、マヨさんお父さん。いや、だってもうブルドッグみたいな、100キロあるね。いや196センチある。斜面見たっすけど、やられるとめっちゃでかい。いや、僕結婚はね、しないっすよね。僕あの、焼き鳥屋開くのが夢なんで、それ前かな、30、今のマヤさんくらいの年ではしたいなと思ってるんですけどね。30前、今25だから4年後。新日の出した焼き鳥屋さんの向かいに俺も焼き鳥屋さん出すわ。札幌っすよ。ええ、札幌でいいですか、来てくれるんですか。ええ、まあ俺がやるかわからんけど。で、新日の店を吸収合併しよう。あ、サクッと。絶対負けないですよ、マヤさんとこに。すげえ人、もうなんかもう焼き鳥魔人みたいな人間雇ってさ、あ、もうすごいお金もかけて。そんなね、焼く人じゃないですからね。自分より柔らかい豆腐にもやっぱね、その絹豆腐とか柔らかいから。もう1分だって。キャバクラの社長無理だよ俺。しんどいですじゃないですか。うん、夜の世界の社長とか。キャバクラはちょっと俺、女の子言うこと聞いてくんないでしょ。うん。やだ、お小遣いとか言われたって。あ、でもそうか、北海道出したらいけないか。東京かな。ああ、木綿豆腐専門店豆腐なんだそれ。何回豆腐言ってんの。豆腐、串豆腐でいいんですよ。まあ今日ちょっとごめんね、ちょっとなんかこんな感じで久しぶりだ。また来週は出るかわからんけど、またちょくちょく出ます。はい、あと15秒なんで、じゃあ最後にしんちゃんの投げキッスで。すいませんかね、それは次週のお楽しみで。まあ、じゃあ次週マヨさんとしんちゃんの投げキッスで。ありがとうございます。またね。でもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ。笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、ラクダに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を